はい、通勤の自由な時間へようこそ。さあ、昨日か今日ぐらいにハリソン・フォードがロス長官に正式に決定しましたね。いやー、ハリソン・フォードが MCU 入りだよ。でかいね。いや、本当にでかい。で、あともう一個情報が出てたっていうか、まあ噂だよね、これはね。なんか、アベンジャーズ5とアベンジャーズ6に、ロバート・ダウニー・ジュニアがね、アイアンマン役としてまた出るんじゃないかって言われてるけど、いやどうなんだろう、嬉しいけど、全然嬉しいけど、どうなんだろうねって話。まあけど、モーガンとペッパーもかわいそうだしなと思ったりね。